緊張しちゃうかもしれないですね。ちょっとこっちに行きます。まあでも、ね、皆さんも一回濡れたりとかね、雨に濡れたりした経験あると思いますけれども、急にあのザッと降ってくるあれですよね。急にザッと降ってくるあれ、あれ、ゲリラ豪雨って言葉ですね。ちょっと私 の, あの本の定義してまして、あのそちらにある雲の中では何が起こっているのか、こちらの地図があるんですけども、この中ですね、まあ、局地的に発生して、かつ、まあ、突然降ってくる、でその上で予測の難しい豪雨のことを、あのゲリラ豪雨というふうに呼んでいます。で豪雨っていうのは、あの結構いろいろ言われてますけれども、あの実はこれ災害をもたらすような大雨のことを豪雨というふうに呼んでいます。で、まあ、世間ではですね、何でもかんでも結構ゲリラ豪雨というふうに呼ばれちゃってるような感じがするんですけれども、まあ、実は、まあ、災害をもたらすようなやつで、かつ予測の難しいようなやつことをゲリラ豪雨というふうに言うというふうに私は思います。でまあ、こういう現象結構いっぱいあるんですけれども、まあ、積乱雲からもたらされるような雨は、積乱雲がどういうふうに、一生をたどるかというのをまず見てみましょう。積乱雲の一生ってどうやって生まれていくんでしょうかね。こういうふうにですね、大気の状態が不安定な状態、これ水蒸気で、水蒸気が何らかの上昇流に持ち上げられると、まあ、冷えてですね、凝結する、で雲粒ができるんですね。でこの雲粒が、だんだん大きくなっていって、雨とかこういう氷とかになるんですね。で中にこういうちょっと元気な上昇流があるんですけれども、だんだんですね、こう上の方に行くと限界を照して上昇流が上がっていくので、これを上がっているした空気が上の方に残っていって上昇流を作るっていうようなこともあります。で、こういうふうにして何らかの上昇流で積乱雲が発生するようなそういうプロセスをコンデクションイニシエーションを作る。ゲリラ豪雨というのは予測の難しい大雨の話をしましたけれども、現状の予測をして、大体予測できるやつとできないやつって分かれています。で、いわゆる集中豪雨とかっていうのが、数時間にわたって、総雨量が100ミリとか多くなるとか、数百ミリとか多くなるような集中豪雨というのは、台風が接近してきたときに地形とかが立ち上げられる、そういうので、積乱雲
することも難しいし、それを、まあ、観測しないとまずダメなんですけど、その上でそういうやつを考慮して予測するのがかなり難しいのが現状です。まあ、最近よくあるような関東平野でライブは結構難しいので、できるのがじゃあそのすごいちっちゃいスケールの強制力、どんなやつがいるのかというのをまず、まあ、夏場の観測でどういうことが起こっているかというのを見ていきたいと思います。はい、この子は何ですか？何でしょうか？何ですか？この子は可愛い子が出てきましたが、私の書籍を読んだことのある方もしかすると知ってるかもしれないですけど、これ低気圧です。非常に気温が上がってこの辺りに熱的低気圧というやつが現れます。でこいつはですね、周りから空気を吸い込んでいくんですね。吸い込んでって海から風が入ってくる。風が入ってくるとどうなるか、ちょっと、まあ、さっき水蒸気たちが山の方に集まってくるんですね。で集まっていくとこういう山地の斜面で上昇して積乱雲、まあ、こういう CR プロセスで、こういう海から流れる風を、まあ、大規模な海流を組み立てているんですけども、まあ、それと地球の共生で、まあ、山とかで積乱雲が発生しているのはこういう風なんです。ただじゃあ平野ではどういう風なのか見ていくと、結構ですね、地形複雑なんですね。なんと東京湾もあるわ、そうなのもあるわ、いろいろあるわけです。なので、さっきみたいなこういう大規模な風が入ってくる前に、海から始まったりする。そういう時には、海から入っていったやつが、いろんなところに集まってる。いろんなところで集まって、例えばこういうところとか、こういうところとかで風がぶつかってる。で、風がぶつかると、まあ、そこにですね、水蒸気が。上昇力が来ているところで雲を出す、まあ、こういうコンベクションイニシエーションの方法があるんですね。まあ、さっき話した見た目の方法ですが、まあ、見た目の方法に言われるんですけど、そういう点です。もしくはすごい湿っている時とか、こういう内陸のすごい高い山で出て、房総半島この辺りで300メートルという山とかでも大流が積乱雲が発生するということがあります。かなり地形が大きく影響してくるんですね。地形がかなり影響します、ね、その他にこれだけじゃないんですよ。さらに複雑なのはこういう状況で山とかで発生した積乱雲があると、そこからですね、冷たい空気が流れて下降流に広がってくる。でこれのことをガストフロントっていう。ガストフロント、そうです、突風前線とかっていうんですけども、こいつが通ると、まあ、冷たい突風が吹くのがあります。で、こいつの結構強いやつ、重たいやつがこうガッと周りの空気を持ち上げるんですね。そうするとそこで新しい積乱雲が発生することがあります。で、まあ、これをガストフロント単体でもこういうことが起こりますし、こいつらが使ったりもするし、元々ある最近の前線にぶつかったりして積乱雲、かなり複雑な構造を持っています。でこのガストフロント結構勢いのあるやつだと言ってさっき少しお話ししましたけども、はい、こいつらが相互作用するとコンベクションイニシエーションが結構起こります。タイプ3つありまして、で、まあ、後ろからこう追いかけてきて融合するようなタイプのやつもあれば、まあ、正面から使って衝突するやつも、その他にもこういうふうに交差するやつもあるんですね。で、以前アメリカでやられた、まあ、衛星使った研究で、まあ、こういうのが起こった時にどのぐらい積乱雲が発生したら強まったりするかを調べた研究があって、それによるとですね、まあ、ほとんどですね、交差してるやつ、観測したやつだと、すべての事例で積乱雲が発生したやつが強まったりするというのが、まあ、見られるような報告があります。100%、これなんでだと思います？なぜ 100%？ なんでですか？私ですか？みんな大丈夫ですか？ついてきてますか？難しいお話ですね。なんでですかね？これですね、
こいつら、まあ、それぞれ強いやつ、冷たくて重いやつ、ふわっとくるので、周りの持ち上げれば持ち上げるんですけど、ちょうどこの交差してる点、ここトリプルポイントっていうことなんですけど、こことこことここと3つの性質の異なる空気が混ざってるところなんですよ。そうするとこっち側の温まっている湿った空気がここで打ち上げられて上昇気がすごい強いです。でここで積乱雲が発生したり強まったりすることが違います。で、ただですね、まあ、我々が例えば A だとか、まあ、こういう降水量とかこういうのよく見ますか？見ますね。番組でもね、お伝えすることもありますけれども、気象レーダーで電波を使って帰ってきて見て、まあ、どの辺で雨が強く降ってるかっていうのを見てるんです。ただこの気象レーダーっていうのは雨粒しか観測してないんですよ。降ってる、降ってる情報しか分からない。降る前は分からない。降る前は分からない。でもゲリラ豪雨とか予測の難しいやつを予測したい、調べたいというふうに、こういう雨粒が成長する前の状況を知りたいからです。どこを見るか、コンベクション使用者のプロセス、まあ、これどうしながらかっていうことなんですけど、どうしたらいいか、どうしたらいいんでしょうか。やっぱこう成長してからね、すぐに雨が降り出してくるのが早いので、早めに知りたいところですよね。はい、見たいのは上昇量ですね、うん、どっかで風がぶつかってるとか上昇量が強いとか、そういうところをあらかじめ検知できるかもしれない。積乱雲が出てきそうっていうのは分かる、分かりそうな話なんですけど、はい、普通にやってると分かんない、上昇量が増えてる空気なんで、見えないもん、見れたって映るのよ。じゃあどうしたらいいか、じゃあ虫です。また可愛いイラストが出てきましたが、虫に助けてもらいます。虫で分かるんですか？そうなんです。なぜ虫でわかるのか。虫はですね、大気の流れに乗るんですよ。で、そうすると、まあ、この辺漂っている虫たちがこの上昇量に乗ってこの辺に集まるわけです。そうすると、まあ、電線とかそういう陸地世界に対応してこういう虫たちが集まるので、こういったらレーダーに映るんです。虫がレーダーに映るんですか？そうです。で、虫のサイズと雨粒のサイズが大体同じくらいに映るんです。あんまり雨が強く映ってるんですけど、一応映ることが映って、まあ、雨を降らしてないエコーということで晴天エコーですとか非降水エコーというふうに呼ばれています。これを使って見てみようという話。どう見えるんでしょうか？はい、で実際に、これ観測した例なんですけども、日中に地上が温まって、温まると味噌汁みたいに下から盛り上がってくる様子が見られるんですけど、まあ、こういうふうにですね、こう牛が上昇流に乗って上の方に流れていってるような、まあ、これですね、こう上に流れていってる様子が、まあ、レーダーで見えたりします。でしかもですね、鳥が牛を食いに来てる様子も見れちゃうんです。虫だけじゃなく鳥も映ってる。鳥も映ります。へ、まあ、鳥大きいんで、はい、映ります。まあ、こういう様子も見えたりします。で、まあ、こうやって昆虫に乗って大気を可視化してもらって、それをもとに、まあ、実際どういうことが起こっているのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、でこちらはですね、2013年に竜巻が起こった時の事例なんですけども、これですね、これなんか線っぽくつながってるんですよ。分かります？ライン上につながってますね。でここに前線があるんですよ。これ海風前線って呼ばれるやつで、から来て、まあ、東京湾の海風と周りの先端のところに前線ができているんですけども、そこで、この竜巻をもたらした積乱雲がこれですね、ここですね、これがわー、ほんと、まあ、こういうふうに積乱雲発生の要因になっているんです。この画面は今これ何を映してるんですか？私たちも見れるんでしょうか？これはですね、ちょっと特殊なメーターを使ってるんですけど、お家のパソコンか
から見られないものですか？そのパソコンからは見れない普通、気象庁ニュースとか大ニュースさんとかで配信してるレーダーっていうのは、いろんなレーダーを合成して高度2キロとかちょっと上の方のデータを使ってやってるんですけど、さっきの上昇流って結構下の方なんですよ。数百メートルとか1キロとかそのぐらいの高さにある上昇流を見たいので、これはですね、東京レーダーとして千葉県の柏市にあるレーダーの生のデータを使ってるんですけど、レーダーってですね、こうぐるぐる回して角度を変えながら3次元をこうスキャンしていくんですね。でその時の結構下の方のこうスキャンしているデータを書いてるのがこれです。でこれどのぐらい強く反射して書いてくるかっていうのを、反射光度を使って書いてます。でこういうふうに電線が可視化されて、そこでスプランが発生するっていうのが見えてます。で他にもですね、ガストフロント、さっきの積乱雲からできる冷たい空気の流れが、もう作れたら見えたりします。これも見られるんですか？この辺、この辺、これですね、ここ通過したところでほら、立ってます。でちょっと時間差があるのは、積乱雲が発生して、それから雨が降るまでにちょっと時間かかるんですよ、10分なので、通過してちょっとしてから雨が降るんで、ちょっと時間差があってレーダーに映るようなやつなんですね。こういうの見てるとですね、こうですね、こうですね、こう新しいやつができてくる。こういう仕組みなんですね。よく冷たい風が吹いてきたら雷雨とかに気をつけろっていうような話があると思うんですけど、まさにそうなんですよ。冷たい風がガストフロントそれが通過してちょっとしてから雷雨とかあります。でも空読みとしてよくその冷たい風が吹いてきたらって話はしますけれども、そういう体感でも感じることができるんですね。そうですね。時間です。そうですね。冷たい風が吹いてきたら、雨に気をつけるって確かにそうなんですけど、はい、さっきのですね、この小田と市街の竜巻の時っていうのは、ガストフロントが通過するタイミングで竜巻が起こってるんですよ。だからその冷たい風が急に吹いてきてからでも遅いことになります。なのでそういう冷たい風を感じる前にですね、空とか雲とかの変化を読み取って、ちょっと注意して建物に入るとかそういうのも必要になってくるんじゃないかなと思います。竜巻の前兆とかはどういう風に見たらいいんですかね？最後にこの後出てくるということです。はい、最後に急に冷たい風が吹いてくるっていうのは、本当にやばいことが起こる時に、そういうことがありますので、ぜひ注意してもらいたい。他にもですね、ここですね、これちょっとぼやっとしてますけど、この辺でぼやっとしてますけど、この辺でごちゃごちゃになってますけど、いろんなところでですね、積乱雲が発生してたりすると、そこからガストフロントもできるし、もともとあるこういう海風沿線、これもそうですね、ここで立ったんですけど、立ったやつからこう流れてきて使って、新しい雲を出す、かなり複雑な構造を取ってたりします。他にもですね、ガストフロント単体で、これが単体でできるやつ、この辺で交差してるんですよ。そういうところで新しい積乱雲が立ったりとか調べてみると結構あるんですよ。でこちらも、去年の8月12日のやつ、こっちからこう上がっていったやつとこっちからのやつがぶつかって、そこで積乱雲が立つ。でこいつですね、実は竜巻をもたらす寸前まで行きまして、私つくまで雲を見てたんですけど、竜巻が起こる直前にできるような雲実際に観測されたのが、結構夏でもこういう竜巻とか起こりそうなことありますので、ぜひ気をつけてください。でこれは先月14日いろんなところでライブがあって、ひょうとかいろいろ来たやつなんですけど、ここでできたやつからできて、またいろんなところからガストフロントが来て、埼玉県で突風があったじゃないですか。もう一回見てみましょう。この辺は海風です。ここでできた積乱雲からこういう風に非常にガストフロントが広がって、そこで新しいのができて、そこにまた北の方からやってきたやつがぶつかったりして、新しい積乱雲ができるということが起こったりします。
まあ、こういういろんな局地的な前線が関係している雨っていうのは今の技術だと非常に予測しにくいっていうのは、今日本付近の5キロとか2キロ更新、5キロ間隔とかで大気の状態を予測してたりするんですけど、積乱雲って数キロぐらいの水平スケールなんで、そういう計算の改造できないんです。なんかそうできない。だからこういうやつらをさっきのガストロンとか見てるやつを、ちゃんと予測するためにそれぞれの雲をちゃんと予測しないときで、しかも時間も場所もバッチリじゃないと新しい積乱雲を予測しないと難しい。かなり難しいですね。じゃあどう備えるか、これが一番重要になると思うんですけど、まず一つはこちら、大気の状態が不安定というのがキーワードです。これは誰ですか？これ私が描いたキャラクターの大気の状態が不安定ちゃん、そのままの名前。不安定ちゃん、はい、頭にかき氷が乗ってますけど、これはなんかやっぱお天気キャスターとしてこう解説とかを聞いてるときに、こう地上と上空のこう、ね、温度差で大気の状態が不安定で雷雨注意ですよなんて解説を聞くので、どういうことかなって思ってここ書いてみたのがこの子なんですよ。はい、冷たいものを乗っけて、温かい心とこの温度差で不安定な状態という自分の心は湿ってるんですか？ちょっとこの子ですね、まだね、キャラクター自体が不安定なので設定は全然考えてないんですけれども、はい、こんな感じかなって思って、すごく座った方は番組見てくださってる方ですね。多分湿ってるんでしょうね。湿ってるんですね。汗かいた、はい、嫌、はい、ですね、ちょっとベタベタしてそう。まあ、この子が、はい、大気の状態が不安定っていうキーワードを聞いた時には、まあ、どこで雷雨が起こるか分かんないような状況に結構なってしまいますので、そういう時はですね、まあ、特に晴れた日の午後中心にレーダーを、まあ、チクチク見てですね、どこで雨が降ってるかっていうのを、まあ、チェックするっていうのがやっぱり重要だと思います。で、その他にさっき、マイリンさんから話ありましたけど、空読み、これ別の言い方で観天望気っていうことです。空とか雲の変化を見て、そこから天気がどうなるかっていうのを読み取るわけです。雷の音が聞こえるとか、まあ、こういうなんかドキドキしてるところがあるとか、あとはこのズキン雲、これなんでできるんですか？ズキン雲、はい、ズキン雲です。